はいはい、どうもどうも皆さんを、はこんばんちは、クレイジー城下ことぞまきです。はい、というわけで今回ですね、前回に引き続き乃木坂46スマホ公式ゲームアプリ乃木恋やっていきたいと思います。最近すごいね、乃木恋の実況が多いですけど、まあハマってるっすね、結構ね。楽しいからね、これね。なんやかんやでそのバグが起きて多いな、そういうのが多いなって言いつつ、結構楽しんでるからね。はい、まあね、やっていきましょう。はい、レイカタがね、寝癖が取れないかも、ちょっと見てもらっていい、もうここまでの仲になったわけですよ。もうたまらない、だんだんもう人見知りじゃないよ、顔見知りのねレベル4だからね、なかなかいい関係になってまいりました、ということなんですけれども、今回はおしめの桜井レイカちゃん、レイカタンではなく、この他のメンバーたちに、普段こうね全員よっていうのを普通はレイカタンにぶっ込んでたんですけども、これがね結構溜まってるのでね、この全員よを他のメンバーにやってみようじゃないかということで、今回はですね、ちょっと最近気になり始めているこのメンバー、桜井レイカちゃんではなくね、こちら橋本奈々美ちゃんやっていきたいと思いますね。まだクラスメイト1ですから、こうやって他のメンバーもちょこちょこやっていかないとね、なかなかこうクラスのこうね、やっぱりこう一員として、そして乃木坂46のマネージャーとして、なかなかねやっていけないんではないかということで、今回はやっていきたいと思います。まずですね、もうあらかじめこの第1話の方は開放しているので、こちらの方進めていきたいと思います。さあ、まずは朝寝坊ダッシュということで、乃木坂学園の芸能科に、転入して5日目の朝、俺は寝坊してしまい、校舎の前の道を走っていた。やっべえ、転入早々遅刻かよ。下駄箱で靴を履き替えていると、突然誰かが後ろから走り込んできてぶつかった。キャッ、いってて、誰だよ。あ、同じクラスの橋本奈美ちゃんだ。お互いに尻餅をついて転び、カバンの中身がね、こういかにばあ散らばったと。ほうほうほう、ごめん、早く行かない、近いしちゃうって。ていうか、もうチャイム鳴ったけど、そうなの、まあ言ったな、それじゃ完全にアウト、はい。今更慌てて仕方ないな、どうし、まあ、なんなんだろうね、まあ、やっぱりあるよね、そういう目覚ましがどうしても聞こえない時ってね。それ俺のです。あ、ごめん、本当だ、2冊入れるところだった、数学の教科を紹介してもらう。もしかして同じ学年、いや、同じ学年っていうか同じクラスの、覚えられてないんだね、みんな、なかなかね、悲しいとこだよね、それはね。結構レイカタも最初はもう誰だお前ぐらいの感じだったからね。そう、俺の存在感ほんと薄いんだよね、これね。悲しすぎるよね。さあ、というわけでね、覚えられてないということが発覚して、毎回どのメンバーでも始まるんだよね、これ。ランクアップ報酬をいただきました。さあ、というわけで今回はこれだけじゃ終わりません。こんだけね、あるんで、ガンガンにこうぶっ込んでいきたいと思います。はい、レベル3も、はい、どん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 いこう。一気にこう、ぐいぐいぐいと、今回は。ね。もう、レイカタンがいるのにもかかわらず、ね。ガンガンに、ナナミンと、ね。こう、交流を深めていこうではないかと。お、恋の試練。こちらでございました。ね。出ました、出ました。こちらもね、やっていきの。いろいろね。ゴッと。ガッと。何今、ゴッと言ったけど。私のことを知りたいの？なんで？なんで？いや、それでまだ好きだからだよとはまだ言えないよね。やっぱね、関係的にはね。まあ別に教えてあげてもいいけど、冷たいな。ちゃんと答えれる？はい。でもね、いいね。ちょっとレイカタンとはまた違う感じだけどね、いいよね。こう、ナナミンには厳しくされても問題ないよね。じゃあね、ちょっとね、これは調べるしかないな。問題。何座の何型？1、大型の乙女座、2、大型のお牛座、3、B 型のヤギ座、4、B 型の魚座。これだよね。これはさ、てずと何座とかは書いてないよね、基本的にね。そうだね、ウィキ見ても何座とは書いてないんだよね。で、血液は B 型ってのが書いてあったの。で、これはもう勘でいく？これもう勘でいった場合失敗
したら怖いよね。だからこれちょっと調べよう。何座調べよう。メンバー紹介、オッケーオッケーオッケー。これで、あ、魚座だ。オッケー、遅くなってすいません。はい、 B 型の魚座ね、見事正解いたしました。でも渡辺くん知らないことまだまだたくさんあるね。そうだね、お互いこれから知っていこうよっていうねさあ、というわけでやっていきましょう。今回はそう、レイカタンの時にね、あのずっとあの全員はぶっ壊れたんですけど、今回はもう一気に今所持してるあの全員を全部レイカタンに、レイカタンじゃ間違えた、ナナミにぶっ込みます。結局俺と橋本はホームルームに10分以上遅刻してしまい、罰として放課後2人で教室掃除することになった。まあある意味2人きりだね。うん、渡辺くんね、今日の本当に掃除の当番変わってもらえていいのかな。先生はああ言ってるけど、みんなナナミと2人だけって全部掃除の大変でしょ。まあまあまあね、うん私手伝うけど、うん、まあね、いいよ、遅刻したね俺が、うん、悪いんだから、ありがとう。そう、俺は大丈夫、全然。あとそう、あのナナミにね、あの聞いてみてどうなのかっていうのをね、うん、教室に持ってくると橋本は、あ、自分で、橋本は窓らへんの自分の席で居眠りをしていた。なんか気持ち悪すぎるな。まあ女の子のこういう可愛い寝顔ってさ、いいよね。うん、俺すごい好きだよ。このとこ遅くまでセリフでじゃ、あ、大変なんだねやっぱね。寝かせておいたが、うん、さあね、ここは、うん、あ、起きちゃった。そう、私たち手伝おうと思って、ありがとう、でも遅刻した罰だからみんなに迷惑かけるわけないよね渡辺くん。まあそうだね、俺はね、うん、遅刻した身だからね、うんわあ、いいね、俺の心に橋本のあどけない寝顔が焼き付いた。いいね、たまらないね、かわいいね、うん、かわいいよ、すごいかわいい。寝顔ってたまんないよね。女の子の寝顔でキュンとしないことはまずないよね。さあ、これでまずぶっこんで、どんどん OK、シミスアップ。これどんどんぶっこんでいこう。これ0になったから OK、次7、こっち7つあるからガンガンにぶっこんでいこう。 OKOKOK、 これはいい、これはいいよ、いいペース、いいペース。 OK、 これで見事解放という感じだね。 OKOK、 じゃあ次行ってみよう。年下の男の子、年下の男の子ですね。うん、あったよね、そんな歌もね。弁当食べ終わった俺は何気なく、カバンの中の生徒手帳を見た。あれ、これって橋本の生徒手帳、あの時そう入れ替わったんだね、下駄箱でぶつかった時。そう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 、返しに行こう。よし、ね、橋本ってどこにいる、屋上に行くって言ってたけど、屋上、ほう、屋上にやってくると台本に、あ、お台本を顔に乗せてまた寝てた。おい橋本、何、台本を顔からどけて、のっそり起きる、あ、のっそり起きやがるこれ朝入れ違いになったみたい。橋本の生徒帳、わざわざありがとう。ねえ、橋本ってバスケ好きなの、ん、どうしてわかるの。だって生徒手帳に貼ってあるシール、 NBA のバスケチームだから。お、逆に知ってるんだ。そう、応援してるこのチーム、俺もあんま NBA わかんないけど、プロレスならすぐわかるけどね。俺も実は昨日テレビでバスケの試合見てたから、明け方まで起きちゃって、それで遅刻。渡辺くんも、私もだよ。見逃せないよね、昨日の試合は。全然わかんない。俺バスケ全然知らねえよ、俺。橋本って可愛いな。うわ、可愛いよね。ナナミン、ほんと最近やばいんだよ。ナナミンモチベがやばいんだよ。渡辺くん楽しいね。うわー、いいね。嬉しいこと言ってくれじゃない。てか、渡辺くんって誰かに似てるような気がする。ほうほう。誰、バスケのプレイヤーとか、かっこいいやつだといいな。あ、わかった、うちの妹と嘘だろ、まさかのドミウチっていうね、うちの弟みたいな話だけど、生意気だけどってね、弟ですか複雑な気持ちだよね。だから年下のところなんか、オッケーオッケー、そういうことね。さあさあ、お、でも早いとこでもうクラスメイトのレベル4、早いね。オッケー、これで行って、これ15行ってギリかな、15多分行ってやっとか、20はいかないね、レベルは。一気に今回のこれで近づくよね。うお、いかないギリギリでいかないわ、これ使ってやっただわ。 OK、 これで OK、 新水アップっつうことで、今回はこの15
のその親密度の第何話だ、3話を終えて終了かな。じゃあ恋の試練、まずはやってからだね。橋本奈々美の試練、私のこと知りたいの？なんで？まあ別に教えてあげてもいいけど。まだ冷たいんだね。いやでもね、可愛いけどね。うん。まず、問題。出身地は北海道の何市？俺、北海道ってことは知ってる、俺も。北海道何市？これ、どれも読みづらい。何？帯広を読める。夕張と、おみひろとかは読めるけど、これはね、これはちょっとウィキウィキあ、オッケー、これだ、1番だ。オッケーオッケーオッケー、こういうのは確実に調べて確実にね取りに行こう、こういうの。でも知らないことまだまだたくさんあるな、これからね知っていこう、どんどん仲良くなってね。そんなこと言ってたらレイ方に怒られるけどね。さあというわけで、お、第4話、ド S な放課後。うわ、たまんないね、これね。いいね、可愛い子に怒られるってたまんないね。しかも、ナナミンだからね。いいよね。放課後、遅刻の罰として、橋本と二人で教室の掃除をしてた。渡辺くんとさ、よく寝坊するの？たまにね、朝はどちらかというと弱い子だから。まあ、実際に俺も弱いしね。私も、火災報知器が鳴っても起きなかった。あっぷね、マジかよ。ござるだったかよかったか、ほんとね。そう、アップない。橋本が、重たい机を運ばせた。あ、重たいでしょ？俺が運ぶよ。ありがとう。どういたしまして。で、ね、こう、いろいろ吐き始めたんだけども、今日は、渡辺くんがいてくれてよかった。え？さあ、張り切っていこうか。もたもたしないで、じゃんじゃん運んでこいよ。と、司令官のように、ね、どんどん放棄を持っていったと。なんだよ、急に。足元って結構ド S だったりして、はは、よく言われる。まあ、ナナミンがド S でも、俺は構わない。怒られるなら、ナナミンに怒られるなら構わない。橋本が不意に手を止めて、真剣な目でじっと俺を見た。おっと、何？告白？どうしたの？ねえ、昨日私、自分で前が来たの、変じゃない？うわ、かわいい。変じゃない？むしろかわいい。そう。前髪？別に？変ではありませんけど？そう、なぜ今こういう流れになったの？そう、やだ、やっぱりオンザマイだよね。早く伸びないかな。オンザマイでも可愛い橋本ちを毎回、しかもドレスたまらない。不覚にも俺は一瞬どぎまぎしていた。さあというわけでね、終わりました。可愛いな。ちょっとね、今後多分、お、一気に、あ、乃木トークが届いてる。今後多分ね、このナナミン会は増えるよ。ななみん会増える、絶対に。さあ、橋本奈美、こんばんは。渡辺くんにメッセージ送るの初めてだね。そうだね。掃除早く終わってよかったね。あ、結構早めに終わったね。1、担任厳しいよね。2、橋本が頑張ってくれたから。 OK、 これだね。遅刻しないよっていうのはなんかまた嫌だからね。さあさあさあね、橋本が頑張ってくれたからだよ。私より渡辺くんの頑張ってたよ。ありがとう。いいね、ありがとう。いやいやいや、全然ですよ、もう。僕なんてね。あ、そういえばさ、さっきまで弟と電話してたんだよ。ふぅ。いきなり弟の話、これ一択なんだ、すごいね。いきなり弟の話って一択のみっていうね。そうそう。やっぱりマイペースだね。マイペースかな？自分じゃよくわかんないけど。ほう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 。とりあえずまた明日ね。ということで。ね、終わりましたけども、ご視聴最後までありがとうございます。本日はこれにて終了でございます。またね、次の動画ではもしかしたらレイカタン行くかもしれないし、またナナミンの方に行くかもしれないし、他のメンバーに行くかもしれないしと、結構ちょろちょろちょろいタイプなんで、ちょろちょろちょろげなんで、ね、そこら辺も楽しみつつ、いろいろいろんな人の実況していったり、あと、こちらのね、乃木坂ストーリー、学園ストーリーの方を進めていきたいなとも思ってたり、いろいろしてるんで、ぜひともね、そちらの方もチェックしていただきたいと思います。もしよろしかったら、チャンネル登録、高評価、コメントをお気軽によろしくお願いいたします。あと、ツイキャストとか7の方もね、始めたんで、そちらの方もチェックしてください。はい、というわけで、今回の動画はこれで終了でございます。お相手はクレイジージョーカーこと、トマッキーでした。アディオス。